おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んで、今週も東京にあるエルカンターレ創造館からお送りします。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのかといった人生の疑問や、地球の文明と未来、宇宙との関わりなど、果てしない世界への興味、そのどちらにも霊的視点で答えうる宗教の教えがここにあります。幸福の科学で説かれる仏法真理を、さまざまな角度からお届けしている番組です。今日は地球を見守る宇宙存在について、宇宙の四大メシア第2弾、メタトロンという存在についてお送りします。こと宇宙や UFO、 そして宇宙存在についてはラジオの前の皆さんに何から切り出して、どう伝えたら実は自分にも関係しているということを分かっていただけるか、世の常識を前にして毎回頭を抱えているのが正直なところなんですが、宇宙と聞けば少なからずロマンを感じるあなたに、2024年の4月の今をお伝えしたい内容をお届けします。 CM 明けの朗読で心眼、そして宇宙魂という言葉が出てきます。心眼は心の目、宇宙魂は宇宙に魂と書き、地球霊界を超えた宇宙存在としての側面を示す言葉です。天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供、パーソナリティは白倉律子でお送りします。アグネスはメタトロンさんの名前を心の中で呼び続けた。心眼で見るメタトロンはヤギのような顔になったり、イエス様に似た顔にもなった。もともとイエス様の宇宙魂の一つなのだから、この十字架の女をお見捨てにはなるまい。アグネスがヘトヘトになってきた頃、緑色の惑星が見えてきた。あれがインクルード星です、とガイドロボットがしゃべった。酸素濃度良好、海6割、陸4割です。陸地の大部分は草原で、山岳地帯に森林があります。インクルード星の大きさは地球の8割ぐらいです。草食系の動物がたくさん住んでいますが、人型宇宙人も5億人以上はいる模様です、とガイドロボット。やがてヨーロッパの森に似た地帯の上を抜けると、草原にレンガ造りの家が立ち並ぶ町が見えてきた。天使のモーニングコール、今日は大川隆法総裁書き下ろし小説十字架の女さん宇宙編より、主人公アグネスがいて座インクルード星へと向かうシーンの朗読から始めました。突然不思議な宇宙の話が始まり、驚かせてしまったでしょうか。多岐にわたる幸福の科学の教えの中には、特徴的なものの一つに宇宙の法があります。創造主エルカンターレによって作られた広大無辺な宇宙空間には、地球よりもはるかに進んだ文明の中を生きている人たちもいる。そしてそうした宇宙人たちがすでに地球にもやってきており、地球人と交流ができる時が来るのを待っている。常識的にはなかなか信じられない話かもしれませんが、大川総裁は現代の科学技術ではまだ到達できていない宇宙の未知の領域に、
霊的能力によって探求を進め、いずれ私たちが直面することになる宇宙時代に必要な教えについても様々に説いています。そうした宇宙の法の中では、宇宙には創造主エル・カンターレの指導のもと、全体の方向性に影響を与える宇宙の四大メシアが存在するという教えまで説かれています。先月はそのうちの一人、R.A. ゴールについてご紹介しました。そして先ほどの朗読に登場したメタトロンという宇宙存在も、宇宙の四大メシアの一人です。大川総裁がメタトロンとの霊的交流の中で作詞作曲された一曲をお送りします。歌は関奈美さん、メタトロンの悲しみ。地上の家庭の幸福を
宇宙のメシア、メタトロンは地球霊界を超えた宇宙的生命体ではありますが、イエス・キリストと魂的に強いつながりがあります。メタトロンは過去地球で大きな戦いが起きた時には地上を平和にするためにも助力してきたとされています。楽曲からどこか地球におけるキリスト教精神に通じるものも感じられたのではないでしょうか。先月ご紹介した R.A. ゴールが統治するコグマ座アンダルシアベータ星では、欲望を捨て去ることが魂の力を増大させるという教えのもと厳しい修行が行われています。それとは異なり、メタトロンが統治するイテ座インクルード星では愛や寛容の教えが中心に説かれています。楽曲の歌詞の中に、悲しみの時には我が名を呼べ、あなたが隣人を愛した時我は必ず現れるという一節があります。人生の中で誰もが経験する悲しみ、書籍愛から祈りへ第2章、悲しみの時にはこうあります。どのような人間であっても悲しみの時には真実の顔が出てきます。地位の高い人であろうとなかろうと、名前が知られている人であろうとなかろうと、善人であろうと悪人であろうと、たとえ誰であろうと、悲しみの時にはその人の素顔が明らかになってくるものです。その素顔を目の前にして皆さんははっと気づくことがあるのです。ああ、この人にもこんな面があったのか、あれだけ人々の憎しみを買っていた人であっても涙を流した姿はこれほどまでに真実であるのか、これほどまでに美しいのかと思うものなのです。人は笑顔の時だけが美しいのではありません。涙を流している時にもそこには美しい姿、気高い姿があります。少なくともその時その人の魂の中に嘘はありません。魂の中に自分を偽るものはないのです。したがって悲しみの時は人が真実の自己と対面する時、真実の自己と相まみえる時であると言えます。平穏なる日々の中では自分がいかなる人間かがわからなかった人も、悲しみというものを通して初めて真実の自己と巡り合うに至るのです。悲しみというものを通して初めて真実の自己と巡り合うに至る。悲しみと向き合うとき、偽りのない真実の自己の姿が現れるものです。そうした悲しみの時にあって、隣人を愛する道を選んだ時に現れる存在、それが宇宙の四大メシアの一人、メタトロンです。地球にさまざまな価値観があるように、
地球を離れた他の惑星においても、さまざまな価値観のもとに生きる宇宙人が存在する。その中で、メタトロンが統治するいて座インクルード星においては、お届けしたように愛の精神が大切にされ、そうした宇宙存在が地球にも影響を与えている。科学的アプローチでは及ばない領域に大川総裁が霊的能力によって探求を進めることで伝えられるこうした教え、皆さんの中にも響くものがあったのではないでしょうか。ではここで2010年に横浜アリーナで説かれた大川総裁の法話、世界宗教入門をお聞きください。この宇宙、夜の星空を見上げても、この我々が住む銀河系ぐらいの銀河は数限りなく数えることができないほどあります。その数を確定することなどできません。それだけの多くの銀河の中に人類のような存在がこの地球にだけあると考えることこそ、まことにまことにこれは異質な異常な信仰と言わざるを得ないと思います。異常な信仰という以上に、まあどちらかというならばあまりにも傲慢な考え方だと私は思います。宇宙に一体何億個、あるいは何千億個、あるいはそれ以上の星がありましょうけれども、その中に地球みたいな星はただ一つしかなく、人類は地球人だけだと思っているなら、その考え方は間違っていますよということを私は申し上げたいんです。他の星にも人類同様知能の発達した人たちは住んでいますし、この地球以上にはるかに進んだ文明の中を生きている人もいます。地球より優れた文明の中で生きていなければ、はるかなる時空間を超えて地球にやってきたりはできないはずです。彼らは今数多く地球に来ています。地球人が宇宙時代に突入するのを今待っているんです。ロケットを発射し宇宙に出ようとしている。もう少しで地球人と対等の立場で交流ができるようになる、その時が来るのを待っています。固唾を飲んで待っているんです。そうした宇宙の人たちとも文化レベルが話し合えるレベルまで進化させること、それもまた私の使命の一つとして入っているんです。あの世の証明だけでこんなに大変なのに、さらに宇宙の人々スペースブラザーズたちとの交流もやがて始まる時代が近づいているということまで私は警鐘を鳴らしているんです。これを伝えるのは大変勇気のいることだと思います。しかし乗り越えねばなりません。未来への遺産のために、将来の人類が生き延びるために、生き残るために、これを伝えていかねばならないと私は強く強く願うものです。お聞きいただいた説法は書籍不滅の法第一章に収められています。この時間は書籍をご紹介します。今日お送りした内容をもっと深めることができる、そんな一冊はメタトロンの霊言、危機の時代の光というのがあります。メタトロンの霊言も書籍として発刊されています。宇宙のメシアの視点から現代社会の時事的な問題に対する提言がなされています。詳しくは幸福の科学出版公式サイトご確認ください。新刊もご案内しましょう。自も他も生かす人生、最新刊です。あなたの悩みを解決する心と知性の磨き方、こちらの書籍が4月19日から順次全国の書店で発売されています。幸福の科学出版公式サイトからもお求めいただけます。厳しい時代の中でも
どんな環境であっても幸せをつかむための中道の生き方について学んでいただける書籍です。ぜひご一読ください。それでは今週のプレゼントのお知らせです。今週はお届けした楽曲が収められている CD メタトロンの悲しみ、こちらは4月18日発売です。それか朗読でご紹介した大川隆法総裁書き下ろしの小説十字架の女さん宇宙編、こちらのいずれかを5名の方にプレゼントです。ご希望の CD 書籍名をお書き添えの上ご応募ください。天使のモーニングコールホームページがあります。そちらの投稿フォームからも応募できます。または E メール、ファクシミリ、ハガキでも受け付けています。 E メールアドレスはメッセージアットマーク天使コール .com message アットマーク tenshi-call.com ファクス番号は 03-5793-1751。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、パーソナリティは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後は幸福の科学の支部のご案内などがあります。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録、高評価もどうぞよろしくお願いいたします。